間土の上がいい空を見上げる世界広い今日も楽しみたいスクワッドワーズワカッキーとエスキラー淡路島セッション楽しい日々昨日からの延長線上睡眠時間は短めけど質は高めワンウィーク過ごした東京でビーティーなライブまた地元がやっぱ最高知る自然の良さ帰ってきた時犬が飛びついてくるよ、うん、いい感じピースマインに戻ったところ俺は早ない固まった頭と肩首ほぐしていくスローダウンしていくキリリンなんて言ってたあの時代はもうまだ古い何年前今はもうそういう感じも抜いて暴力じゃない音楽で遊ぶ夜の音楽から夢見せてまたピースに変えるあんなやつもこんなやつに変わったって言えればそれもプラスに変わってくヒップホップのメンタリティどん底から全て願う文字に変えて捨てたものためてまた入っていくボブマーリーもう言ってた人生の豊かさは自分次第で変わっていくみたいどれだけラスターなんて言わない俺はラッパーだからピースを掲げる人生を投影するリリックは俺のマインドがシャドウになって透かしの裏影踏んで離れられない俺はカルマみたいなもんかな
でまた緩んだ脳みそ仲間とまた一体感ナスカと一緒だよだけじゃない毎日の日々が重要リアルじゃなきゃラッパーじゃないな毎日のことが音楽遊んだことを音楽に変えるはめることある場所にあるとこ置いていく整理整頓蛍光色じゃない俺はシックなブレンドコーヒーもいい感じに飲める年頃うまさ分かってきたいい感じ濃いめじゃない方がいいなあっさりとしてる感じ俺の顔できるとこは濃い方法テイストいい感じマイルドよりもピリリと辛いのもたまには最高刺激がないと人生面白くないと楽しめるとこ学んできた22、3から15飛んで2016から19 3年間苦悩の中だった言葉が今の言葉恋をしたいさこれは捨てて今フィーリングしたとこから出してる音の中でまた酔ってるちょっとカッコつけてる方が息になる音に情報操作された俺の脳から出る言葉はクルッとバインドクルーブの真ん中螺旋階段東海から通った新幹線の中もまたリリックを書く結局やりたい時にやるのがストーリーいい感じにやる地獄も言ってた通りどんな時だってラッパーはマイクを握ればぶちかませなきゃそりゃしょうもない話になってしまうからしょうがない本はないどうなるこの先も1秒先どんなこと止まってるってなった